赤泊地区下川茂の御所神社で350年余り前から受け継がれてきたお田植え神事。上下姿の氏子6人が拝殿で松の葉を苗に見立てた苗取りから桑で田を起こす田打ちなどを演じていきます。地元の小学生は太鼓を合図に板を叩き、大きな声を出して苗を食べる鳥を追い払います。最後に田植えとして松の葉を巻きました。お米がたくさん取れるように、はい、お願いしました。はい、今年で最後だったんで、最後に楽しめたのと、やっぱこういう神聖な儀式を見られていいなと思いました。神事が終わると備えたお菓子が子どもたちに振る舞われました。今年は震災の復興も合わせた祈願となりました。